辰巳智明です。今回書記官役他を演じさせていただきます。まず初めお話しいただいてから、まあ、実在する方のお話ということ で読んで、まあ、ああいう病気があることも僕は初めて知りましたし、そういう障害を持った家庭がどのような暮らしをあと生きていく中でどのようないろいろな苦労があるかということを読んで、夫婦間のやり取りがやっぱ多い話でもありますし、そこでやっぱり2人の苦悩とセリ自身 その今後どうなっていくんだろうという気持ちをいろいろそのダンスという表現であったり、もちろんミュージカルであるという歌という表現で、感情だり夫婦の絆というのを表現していくのがちょっと読みながらワクワクしました。はい、オリジナルのミュージカルというのはやはりなかなか、経験することがないの で今回高橋さんの脚本であったり深川さんの楽曲というのを初めてなので、まあ、高橋さんの訳詞のミュージカルというのは何度か出させていただいたことがあるんですが、高橋さんのオリジナルの脚本と深川さんの楽曲というのは初めてなので、これからどんな楽曲が結構な量数あの曲数あるんですけども、どんなものが出来上がってきて、それに高橋さんの歌詞を載せてどのように表現できるかっていうのは多分難しいところではあると思うんですけど、そこを歌をねやはりミュージカルであるので頑張りたいなと思っております。ありがとうございます。セリという、オリジナルミュージカルに参加させていただくということで、素敵なキャストと素敵な音楽で、見る方も今から楽しみかと思いますけども、やる僕らもだいぶ楽しみにワクワクしております。ぜひ劇場でお待ちしておりますので、ご期待ください。